皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が亡くなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、腸のお話でございます。腸の老化を防止して便秘を解消するのにできることは何かということなんですけどもね、大切にしてほしいものがね、毎日のね、食事なんです。口から食べたものを消化吸収してくれて、不要にあったものを外、体の外に出すのが腸の仕事なんです。なのでね、自らのね、腸にね、毎日何を入れるのかっていうのをね、しっかりね、見直していきましょう。ということでね、腸の老化防止に進めるね、8種類の食材と栄養素をまずは簡単に紹介していきます。まあね、これまで何回かね、腸に関する食材のね、お話をしてきましたけどもね、腸の老化防止というところにね、ピンポイントにね、お話しするのはね、初めての試みです。まあ内容的にはね、これまでのお話と似てるところはありますけどもね、動画の後半ではね、さらに詳しくお話ししていきますんでね。まあね、その食材の話ばっかりね、最近してるんですけどもね、まあエレプティカいつも食材の話ばっかりしてるんですけども、そのね、食べたものを吸収して、それをね、各臓器とか各器官にね、送るのはね、僕たちの体にある血液なんですよね。だからその血液の病気をした人間からしたら、やっぱ食べ物ってすごい大事なんですよ。だからね、その血液には関係なくはない話をね、いつも僕してるつもりなんですよ。なのでね、だから今回もね、大切なことばっかりなんで、ぜひ最後までね、お付き合いください。まず一つ目はですね、食物繊維ですね。特にね、水溶性食物繊維がいいです。これはね、大腸のエネルギー異源になりますね。酪酸を生みます。酪酸はですね、腸内細菌がね、食物繊維の中でも水溶性食物繊維を食べることで生産されていきます。なのでね、食物繊維っていうのは水溶性を意識して摂りましょう。もち麦とかね、キウイなどですね。そして2つ目がですね、エキストラバージンオリーブオイルですね。これは抗酸化物質がね、豊富でね、通便をね、促進します。豊富に含まれるね、オレイン酸がですね、小腸を刺激したりね、大腸の滑りを良くしてくれてね、通便をね、促進します。ですね、エクストラバージンというね、表示があるオリーブオイルはですね、オリーブの実をね、丸絞りしただけっていうやつで、他にね、何も手を加えてなくて、そのまま絞っただけですよっていうやつなので、抗酸化物質がね、豊富なんですよね。次はね、グルタミンです。腸のね、免疫力がアップします。小腸のエネルギー源となってですね、免疫細胞などが働くときに使われるのがアミノ酸の一種であるグルタミンです。大腸を動かすエネルギー源のもとにもなります。4つ目ですね、オリゴ糖です。血糖値を上げずに善玉菌を増やします。糖類ではあるもののですね、血糖値を上げずに、かつ消化されずに大腸に届いて、ビフィズス菌の餌になってくれて、酪酸などの短鎖脂肪酸を生み出してくれます。ちなみにね、オリゴ糖っていうのはね、バナナに豊富に含まれてますので、バナナっていうのはね、手軽なね、オリゴ糖の摂取源です。5つ目、植物性乳酸菌です。生きたまま大腸に届きます。ですね、ヨーグルトなどのね、動物性由来の乳酸菌と比べてですね、酸やアルカリに強くてね、生きたまま大腸に届きやすいことが分かっています。ほんでね、腸内環境をね、弱酸性にしてくれるので、善玉菌が住みやすい環境を作ってくれます。植物性なんでね、お味噌汁とかね、漬物がいいですよね。6つ目がですね、ファイトケミカルですね。抗酸化作用で眼科を防げます。老化とともにね、進行するのがね、活性酸素による体の錆でございますね。これは怖いですよ。活性酸素はね、細胞を攻撃してね、癌などをね、引き起こしてしまいます。活性酸素をね、無毒化するね、抗酸化作用を持つのがね、植物に含まれるファイトケミカルでございます。7つ目がですね、ペパーミントですね。これはね、腸内のガスをね、排出してね、腸をね、リラックスさせてくれます。主成分のメントールはですね、腹痛やね、お腹の不快感の元になるね、筋肉のね、過度のね、収縮を抑えてくれて、腸をリラックスさせてくれます。8つ目はですね、ココアですね。通便が改善されてね、抗酸化作用も強いです。ココアにはですね、食物繊維リグニンを含みですね、古くから通便改善効果が高いことが知られています。まああとね、抗酸化作用の強いね、カカオポリフェノールも含んでますので、全身の血行を促進してくれます。濃いめに作るとですね、保温効果も高いですよ。そして最後に9個目ですね、マグネシウムです。あれ、俺8個9個だったかな。僕最初8個って言いましたよね。9個ありました。9個ね。そんな9個目がですね、マグネシウムです。古くからね、便秘薬として用いられてます。
体の中でねエネルギーを作り出す際にですね欠かせないミネラルですけども、摂取量はね実はね不足気味なんです。マグネシウムっていうのはですね腸の中の内容物にですね水分をこう引き寄せてくれて柔らかくしてくれて排出をスムーズにしてくれます。まあね簡単にお話しさせていただきました。まあここでねもう満足やっていう方はねもうここでね動画をお切りください。でもまあもうちょっとだけね詳しくお話ししていきますね。まずですね意識しないと取りにくいのがですね一番最初に言いましたね水溶性食物繊維ですね。食物繊維といってね、まあ、頭に浮かぶのはまあ野菜とかもしれませんけども、実はね野菜に多く含まれるのはね不溶性食物繊維なんですよ。まあね適度に取ればね腸の動きを良くするんですけどもね、まあ、取りすぎるとねお腹が張ったりとか腸で詰まって便秘を悪化させたりすることがあります。まあねそんな腸が詰まるほどね野菜で食べれる人なんかねまあもうこの世の中にねいてるとはねあんまり思わないんですけどもね。まあでもその点ですねその水溶性食物繊維はですねその便の硬さを改善してくれて血糖値の急激な上昇をね抑えてくれてコレステロール値の上昇もね抑えてくれる効果もあります。これも先ほども言いましたもち麦とかねキウイとかですね水溶性食物繊維をね豊富に含む食材をね食べることをね習慣にしていきましょう。次はねエクストラバージンオリーブオイルですね。このオリーブオイルというのはですね、まあ、たくさん種類がありすぎてね、まあ、中にはですねこのオリーブオイルは偽物だとかねこんなランクの低いオリーブオイルなら使わない方がマシだとかね偉そうに言ってる人らも言ってますけども、オリーブオイルというのはですねヨーロッパではね古くから便秘の解消のためにね用いられてきてね、まあ、腸の内容物をね滑りやくしてくれてねスムーズなね排便をね促進します。あとね、まあ、オリーブオイルはねスープやココアなどにねこうパッとこう回しがけしてねこう油膜を作って保温効果を高めてくれてね腸の冷えっていうのも防ぐこともできるんですよ。だからまあねこれから寒くなってきたらですね、まあ、まだまだ暑い日は続きますけどもねここは飲む時でねさっとこうねオリーブオイルを入れてもねいいですよね。そしてね腸の免疫力を高めてくれるにはねその刺身や、ね、生卵から取れるねグルタミンっていうのを取りましょう。ちなみにですね、旨味成分で使われるね、グルタミン酸とはね、また別のものなので、ね、注意してくださいね。グルタミンもグルタミン酸も必須アミノ酸のね、一種なんですけども、まあ、それぞれ異なるアミノ酸なんですよ。でもね、グルタミンとね、グルタミン酸っていうのはですね、生まれる合成の仕方がね、違うのでね、まあ、これは全く別物なんです。まあ、話を戻しますね。で腸内の善玉菌を増やすにはオリゴ糖がおすすめです。オリゴ糖っていうのはですね、バナナに豊富に含まれておりますね。あとね、オリゴ糖シロップとかもありますよね。あとオリゴ糖はですね、血糖値を上げることなくね、腸内細菌の餌になってくれます。これね、僕知らなかったんですよ。オリゴ糖ってね、血糖値に優しいんですね。オリゴ糖ってね、消化吸収されずにね、大腸まで行ってくれるんですよね。そんなね、お腹の調子を整えてくれるね、多くのオリゴ糖の特徴としてね、まず挙げられるのがですね、難消化性ということなんですよね。難消化性というのがあるんですよ。口から入った食べ物っていうのは通常ね唾液とか胃液などのね消化酵素によってですよ分解されて消化吸収されますけども、オリゴ糖はね消化酵素ではねほとんど分解されずにね消化吸収されないまま大腸まで届きます。このためにですね糖質として体のエネルギーになりにくくてですね摂取しても血糖値の上昇にはほとんど影響しないみたいなんです。そんなね大腸に届いたオリゴ糖っていうのはねビフィズス菌の餌となってビフィズス菌を増やしてくれます。ビフィズス菌はね腸内環境をね整えるね善玉菌としてねよく知られてますよね。これはなぜかというとですねビフィズス菌が増えるとですねビフィズス菌がね酢酸プロピオン酸などのね有機酸をね生み出すためなんですよ。このね有機酸によってですね腸内がね弱酸性に傾いてくれて腸内の悪玉菌の活動が抑えられて、腸のね全運動ってこうなんていうんですかミミズがこうウニョって動く運動あるじゃないですか。あれのように腸がねウニョウニョウニョって動いてくれるんです。でそれが全運動って言うんですけども、それが活発になるので便秘やね便臭のね改善につながります。そんなオリゴ糖はねビフィズス菌を増やすことでね調整作用をねもたらすね縁の下の力持ちなんですよ。ビフィズス菌が生み出すね有機酸のね影響はね他にもあります。腸内がね弱酸性になることでねカルシウムなどねミネラルがね溶けやすくなって体へ吸収されやすくなるねミネラルのね吸収促進作用っていうのがあるんですよ。ビフィズス菌を増やすことでね普段の食事からねカルシウムのね吸収率をね高めることがね証明されています。なのでオリゴ糖がおすすめでございます。まあ、甘すぎないのでねめっちゃ甘党じゃなかったらねちょうどいいですよね。というかねまあオリゴ糖も糖やからねどっちかって避けてたんですよ。でもねこの勉強を信じてね僕ねオリゴ糖にね挑戦してみようかなって思います。というか絶対食べようと思います。そして次はですね腸内環境の改善にはですねこの和の発酵食品がいいですよ。
まあ、腸内環境の改善にね、まあ、ヨーグルトを食べている人がね多いかもしれませんけども、ヨーグルトはね脂肪を多く含んでますので、摂りすぎにはね要注意です。そこでおすすめなのが和の発酵食品なんですよ。和食のね、和食の和ですよ、和食の発酵食品なんです。日本でね古くから食べられていた味噌汁の味噌とかね、漬物などの発酵食品にはですね、大腸まで生きて届く植物性乳酸菌が豊富でございます。あとですね、加齢やストレスね低下するね抗酸化作用をね高めてくれるファイトケミカルですね、野菜などから取るとですね、酸化による体の錆を防いでくれて、大腸がんの予防にもつながります。という感じでね、前半はですね、まあ、簡単に、後半はねちょっとね詳しくですね、腸の老化防止としてお話しさせていただきました。どれもね体にいいことばっかりなので、ぜひね真似してみてください。僕はね必ずねオリゴ糖をね始めます。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。